名古屋港へ急げ。ミルクちゃん乗っとか危ない。タクシーで名古屋港の62番倉庫に急ごう。またタクシーか。お金はちょっとある。よし。すげえ品田さん、お金回りが悪くてすごいお金が全然たまらない。あ、なうのさん、なんだ、うのさんごめん、今ちょっと忙しいんだ。逃げろ品田。え、うのさん、こいつら、あー、うのさんがやられた。どうなってんだ。うのさんも、うのさんも危ない。高杉さん、まずうのさんのとこ行くよ。おい、うのさんのとこ、うのさんのとこ、あ、どうしよう。逃げろって言われたのに。まあいいや。とりあえず、うのさんを助けに行こう。一体誰だ、この事件を嗅ぎ回、この事件を嗅ぎ回られと、不都合なやつ。誰だ。逆に名古屋の人間がそうしてるっていう可能性も。あ、うのさん、しっかりしっかりして。うのさん、俺が救急車呼ぶ。品田、お前は早く仲間のところへ行け。高杉さん、後で俺も行くから、それまで死ぬんじゃねえぞ。はい。あ、宇野さんは高杉さんに任せよう。早くタクシーで名古屋港の62番倉庫に行かないと。よし、行きましょう。セーブだけさせてもらおうかな。ちょ、あ、セーブだけ、セーブなんだよ。セーブするんだよ。よし、行こう。すぐそこにタクシーがいるはず。あー、敵もいる。お兄さん、よしよし、オッケーオッケー。これあれかな、あのワイバーンズのその一軍のレギュラーだった人たちが、このなんだろう、名古屋組じゃないんだけども、名古屋組を運営してる、なんて言ったらいいんだろうな管理してるというか、この名古屋の金栄町を見守ってるっていう感じなのかな、裏側で。だから名古屋組が実体のない組だってバレたらいけないじゃん。またヤクザ来ちゃうから。だから実態知られちゃいけない。あー、ミルクちゃん太もも出てるぞ。ミルクちゃん大丈夫か。ミルクちゃん、彼は、弟さんはどこに連れて行かれたの。たっちゃん、ごめんね。え、あ、牛島さん、うん、やっぱこの名古屋の街全体で、みんなでまあこの名古屋の金栄町を守ってるってことなのかな。ヤクザじゃん。牛島さん、指令だ、品田を始末しろ。おばちゃん、忠告に耳を貸さんかったあんたが悪いんだわ。牛島さん、危険な目に遭っとるぐらいの時に手を引いとってくれれば、こんなこと死んで済んだのに。名古屋組の実態探っとったんだろう。これが答えだわ。信じねえ、俺は信じねえからな。言い残したいことはあるか。15年付き合った仲だ、言い言ぐりゃ聞いてるわあんたら
全員善人のくせに無理して悪ぶったふりしてんじゃねえよ。俺は勉強もできねえバカだけど、人の心を読むことはできる。あんたら全員俺に心から接してくれてたじゃねえかよ。あんたらがあんなことするなんて俺は信じねえ。町で俺が危ない目に遭ったのも、酒井さんの事故も全部あんたらの仕業だってのか。お前ら全員名古屋組の人間だってのか。ほうだ、名古屋組っていうのは我々一般市民で組織された組なんだわ。筋門と同じにされるのは心外だが、まあそういうことだ。牛島さん、あんた殺そうと思えばいつだって俺をやれたはずだ。でもそうしなかった。どうしてだよ。誰かに命令されたんだろ。あんたら仕方なく誰かの言いなりになってるだけなんだろ。誰なんだよそいつは。ミルク、はよやってまえ。あら、何言っとるの。こういうのは男の仕事でしょう。俺は牛島さん。ええわ、俺がやる。何もたもたしとるんだ。誰？はよ始末しんか。誰？久保田さん。久保田さん？金家の町守るのに躊躇はいるんだ。高崎さん。てめえら、生命保険もかけてねえ人間勝手に殺すんじゃねえよ。おい、シャダ、逃げぞ。おい。おれ、待て。おっと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 、一般市民が。あ、俺が時間稼ぐから先に逃げて。お、よいしょ。オッケー。よいしょいしょ。よいしょいしょい。しょい。オッケー。よっでー。せいや、オッケー。次はお前か。よいしょいしょい。よいしょ、オッケー。次、はい、よいしょ。よいしょい。シャチホコの極み。よいしょ。あ、ちょっと、あ、ちょっと。よいしょ。よいしょ。よいしょいしょい。オッケー。はい、はい、行きましょう。俺流引き回しの極み。デレレ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 。どうだ。行くぜ。よし、片付けな。俺もさっさと逃げよう。あ、あ、使われてしまった。めっちゃスピード出るな、あれ。マジかよ。さあ、ああ、逃げ、逃げろ。逃げろ。あ、ごめん。あ、こけた。怖いよ。怖いよ。怖いよ。あ、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 あ。
危ないよ、怖いよ、あっ、あっ、よし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 、いいぞ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 、そんちょしそんちょし、あっつー、えい、あ、ジャンプ、いいね、あ、ジャンプ、あ、バスね、オッケー、あ、倒す、北田、こっちだ、こっちだ、早く、あ、大丈夫か？あ、まだ人が待っている、ん、あ、ん、なんだ、久保田さん、二刀流か、秘密を知った奴には消えてもらう、高杉さんも戦ってくれる、うっつー、高杉さん、高杉さん、よし、ありがとう、2プラトンだ、わーお、きくー、よいしょ、せい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 、てい、あっつっつわっつわー、ありがとう、ありがとう、高杉さん、あ、あ、どっか行ったぞ、あ、逃げたぞ、あ、しかし無理だね、バットは人を殴るもんじゃねえ、バットはダメバット使えない、バットは人を投げるもんじゃねえ、他の主人公は割と使ってるけどね、品田はバット使えないって言うか、シャチホコの極み、えい、えい、よし、じゃあ行きましょう、あ、行きましょう、高杉さん、久保田追っていこう、まだいる、敵がいっぱいいる、刀、刀、あ、刀あった、ちょっと刀あるし、拾う、よし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 、行くぜ、あ、あ、あ、し、待って、死ん、これは死んだな、よいしょいしょよいしょいしょ、ヌンチャクをしてる、ありがてえ、あ、角材、よいしょ、あ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 、おい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 、おお、まだだぞ、あちょん、ゲイ、シュッ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 、その武器ちょうだい、ありがたい、よっしゅっしゅっシュッ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 、拡大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 、あちょん、あ、ちょい、ちょい、よいしょ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 、痛い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 、よいしょ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 、オッケー、もう一度、うい、あ、まだまだ結構いるね、よいしょ、よいしょ、え、相手もしてる、結構いるな、シュイシュイじゃありゃ、えい、シュイ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 、行きましょう、
まだ生きてるんかい。生きてたんかい。こっちか。どこだ久保田、どこだ。いつの間にか追う側になってしまったな。あ、間違えた。せっせっせ、よいしょ、よっ、はーって、よいしょい、よいしょい、決まっていくね。どんどん行こう。はい、もうちょい行こう。はい、さらに、よいしょ、からの、よいしょ、そしておしまい。もう久保田弱えな。くっそ、あ、逃げた。まだ逃げるか。うちあっち、わ、めっちゃ待ってる、めっちゃ人待ってる。よいしょ、めっちゃ人いるじゃん。しょい、よいしょ、いっしょい、せい、よいしょ、いっしょい、せい、でーりゃ、おーでー、よいしょ、よいしょ、いっしょい、よし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 よいしょ、よしよしよし、 OK、 おしなだ、一人で先行かないで、ちさ手伝い。あ、どこ、え、なに、あ、あ、そっち、いきなりじゃん、そばにいるじゃん、そばにいるよ。どっち、あっちか、行くぜ、回復しとくか。あ、ちょっと、あ、やめろ、危ない、しつこ、またかよ、またかよ、勝てねえって分かったんだから帰れ。よしよしよし、せい、タックルからの、あら、射中方向、よしよし、あ、ちょっと、あ、ちょっと、ちょっと、痛いです、痛いです、痛い、うえ、クボタ、こら、クボタ、こら、クボタ、こら、あ、ちょっと、あ、ちょっと、あ、ちょっと、クボタ、こら、クボタ、こら、こら、クボタ、こら、クボタ、こら、よいしょ、せい、せい、どうだ、くっそ、まだ逃げるか、おうぞ、行くぜ。よいしょ、よいしょ、ここまでやる必要なかったかな。まあ、いや、あ、ちょっと待って、攻撃力弱っ、ちょっと待って、全然全然食らわねえじゃん、やろう。よいしょ。スタンゲン。これは？あ、これあれか。銃か。え。よし。ちょっとね。スタンゲン。あ、ちょっと。回復していこうかな。行くぜ。
どこだ。あ、また出たな。お、久保田、お、久保田一人じゃん。よーし、スタンゲンの威力味わえ。スタンゲン強えな。ドン。大丈夫か。宇野さんは。ああ、どうにか一命は取り留めた。よかった。まさか名古屋組ってのが一般人で構成された組だったとはな。俺たちはずっと監視されていたのか。道理で正体がわからないわけだ。だがあとはボスを突き止めりゃ俺たちの勝ちだ。おい、どこ行く。この町を出て行く。え、出て行くってどこへ。どこか知らない町だよ。今度こそ誰も俺のことを知らない町に行くよ。何言ってんだよ。確信まではあと一歩なんだぞ。次は誰を疑えばいい。優しかった大家さんか、それともあんたか。もうたくさんだ。やっと見つけた自分の居場所だと思ったのに。ああ、借金ですか。それならどうぞ指を潰しちゃってくださいよ。またバットを握れる日が来るかもなんて淡い期待を持ってたけど、俺は最初から野球選手なんかじゃなかったんだ。ただ利用されただけのバカな駒なんだよ。利用されようが、たった一度だけの打席だろうが、お前はプロ野球選手だった。あのホームランに感動して希望を持てた客だっているんだ、バカ野郎が。あの時の観客。綺麗な高杉さん。1年前お前が金を借りに来た時、借用書の名前見て驚いたぜ。まさかこんなとこで再会するなんてよ。ずっと俺の正体知ってたってことですか。ああ、そうだ。こんなに落ちぶりやがって。まあ容赦なく取り立てができる分気持ちは楽だったけどな。じゃあ、あのホームランボールをマスクの男に渡したのって。俺だ。あの男がお前探して俺のとこに来たんだ。なんだか知らねえが、お前に高い金で頼みたいことがあるって聞いてな。お前にその依頼を引き受けさせるために一役買ったってわけだ。だがまさかこんな結末が待ってるとはな。夢にも思わなかったぜ。ああ、嫌だ嫌だ。じゃあ何を。結局みんな俺のこと知ってたってことですか。ちゃんと返せよ。借金とあのボール、結構大切にしてたんだ。誰です。デーゴか。おー、これはチャンスだぞ。え、あ、うん、お真鍋さん。はい、久保田はしくじりました。代わって私が確実に始末します。終わりましたら報告します。
何何何何あんたもなのか。お前が敵だったらどうして俺たちに尻尾をつかませるような情報を与えたんだ。尻尾？俺は八百長は確かにあったと言っただけだ。それ以上探るなときつく忠告したはずだぞ。そんなんで俺が止まるとは思ってなかったでしょうに。まあ、ほりゃほうだが。だが俺らは腐っても野球選手。勝負の席合いに引き分けはあれせん。ちゃんと勝負の幕を引くしかにゃあようだ。なるほど。さすが俺が憧れたバッターは言うことが違いますね。そろそろゲームセットにしようまいか、品田。悪いが死んでもらう。なんてことだ。僕は牛じゃないんですよ。アーミーナイフ。よしよしよし。うん。あいた。いった。よしよしよし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 。あ、待って、あっつー。結構深くいった。あ、ちょっと、あ、待って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 、あ、うー、極みしたいんだ。あ、ちょっと待って待って、あ、油断したらやられちゃう。一回かわすか。よいしょよいしょ。あ、ちょっ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 よいしょよいしょ。あ、ちょっ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 。さっきから同じようなやりとりを。あ、ちょっと待って。よいしょ。これなんだ、これなんだ、これ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はは。すいすい。よし、あ、ちょっとかわせない、かわせない。あー、やだー、死にたくないよ、死にたくない、死にたくないよ。なんか落ちてる。刀かな、刀。僕と、よいしょ、よいしょ。あつー、ゲフー。よいしょ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 。今だ。ははは、ははは。あ、なんか、あ、勝利か。あんない。うん、うん。あー、危ない、いい、やだー。あ、倒した。品だ。みんなしくじった。たく、分かりやすい人だな。負けるためにわざとやってくるなんてね。どういうことだ。忘れちゃったんすか。八百長かい。真鍋さんはワイバーンズ最強の4番を打ってた人ですよ。前も話したように、一流のバッターってのは裏の裏まで読めるような人間のことを言う。真鍋さんは負けるって分かっててこの勝負をしに来た。そうですよね。うるせえわ。焼肉屋の時もそうだった。マナブさん、あんた本当は俺に名古屋組の真相を知ってほしくてこんなやり方をしてるんじゃないですか。教えてください。一体誰なんですか。
15年前の事件を仕掛けたのはあなたたちを使ってこんなことをさせている張本人は。あいつだろう、藤田だろう、あの監督の。その耳で確かめてみろ。え、声を聞きゃわかるはずだわ。だろうな。はい、じゃあ今日はこのぐらいにしておきましょう。それじゃあまた次回、バイバイ。